ブルージョン・クロー・マウンテンズ国立公園は、コーヒーの銘柄ブルーマウンテンで知られる、ブルーマウンテン産無薬を含むジャマイカの国立公園で、面積は国土の4.5%に当たる495.2平方キロメートルである。生物多様性に特色があり、西半球最大の蝶であるパピリオ・ホメルスの希少な生息地であるととともに、 絶滅が危惧されているジャマイカクロムクドリモドキの生息地、さらにはジャマイカボア、ジャマイカフチアの保護区でもある。また、その核心部分は逃亡奴隷であるマルーンたちの自由獲得の歴史とも密接に関わることから2015年にユネスコの世界遺産リストに複合遺産として加えられた。ジャマイカ発の世界遺産であるとともにカリブ海当初国家では 初の複合遺産である。ブルーマウンテン山脈はジャマイカ島の東3分の1を占める山脈である。その最高峰は標高2256メートルのブルーマウンテン本であり、これが国内最高峰にもなっている。コーヒーの銘柄ブルーマウンテンの栽培地であるが、歴史的には解放奴隷マルーンたちの反乱と自治の場でもあった。1655年5月に イングランド帝徳、ウィリアム・ペンとロバート・ベネーブルス将軍に率いられたイギリスの探検隊がヒスパニョーラ島攻略に失敗した後、まだほとんど人がいなかった、この島を占領した。元の入植者であったスペイン人たちは手元の奴隷たちを解放して逃げ出した。その奴隷たちは密林へと散り、島の東部にあるブルーマウンテン山脈の北斜面や島の西部にある。 入り組んだ地形のコックピット地帯に秘密の村々を形成した。一世紀半の間、この二つの地域は多くの隠れ場所があったおかげで、逃亡奴隷であるマルーンたちの反乱の広報基地となった。ジョン・クロウ山脈はジャマイカ島の北東岸と平行に伸びており、西よりオグランデに区切られ、南東ではブルーマウンテン山脈の東端に接している。 ジョン・クロー山脈の最高峰は3750フィート余りである。ジョン・クロー山脈の名が最初に記録されたのは1820年代のことで、姫コンドルのジャマイカ名に由来する。この名になる前には、そのコンドルの以前の名を取って、キャリオン・クロー山脈と呼ばれていたとされている。1890年に総督のヘンリー・ブレイクが、ブレイク山脈と改名することを決めたが、 定着しなかった。ブルージョン・クロー・マウンテンズ国立公園は2006年8月28日に世界遺産の暫定リストに加えられた。公園のほぼ全域を対象とする推薦は2011年の第35回世界遺産委員会で審議されたが、文化、自然要素の両面で登録が見送られた。ジャマイカ当局は推薦範囲を公園の革新部分に絞って、 再推薦を行い、2015年の第39回世界遺産委員会で正式登録が認められた。コーヒーの銘柄、ブルーマウンテンの産地であるが、中南米に見られるコーヒー栽培の文化的景観を対象とする世界遺産と異なり、文化遺産としての主たる要素は、反乱の指導的女性グラニー・ナニーの名を冠した、ナニータウンをはじめとするマルーンの拠点。 およびそれらとつながる道々である。マルーンの集落や遺跡はカリブ海の諸地域に残るが、ブルージョンクローマウンテンズのそれは第一次マルーン戦争を経て結ばれた1739年のマルーン協定が彼らの自治を認めた初の条約だったという歴史的意味とつながっている。また、山々自体が僧霊や信仰も含む、 マルーン文化と密接に結びついてきた点も評価された。他方、自然遺産として評価されたのはその生物多様性で、あり、特に花は1350種余りのうち、ジャマイカの固有種が300種近く、うち87種は登録範囲内にしか生育していない。また、植物の中にはポドカルプスウルバニー、エウゲニアケルアナといった金全滅種や、スクヘフレラステアルニー、 ミクロニアプセウドリギナ、アルディシアブリットニーといった絶滅危惧種も含まれている。動物症にも絶滅の恐れがある生物が含まれており、例えば両生類のエレウテロダクチュルスオルクティは絶滅寸前、鳥類のジャマイカクロムクドリモドキは絶滅危惧種、エリマキボウシインコとハシグロボウシインコは気球種である。そうした点を踏まえ、この世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。登録範囲の IUCN カテゴリーは以下の通りである。ありがとうございます。